これはお水でも出してるお料理あ今度から出そうと思うね、うん、どんどんレシピが増えてますよね、うん、新しいねすごいですね、うん、新しいレシピいるのこんにちは三島六三郎です、いつも本当にありがとうございますよろしくどうぞありがとうございますえー、今日は夏野菜の冷やしになるものを作ります。ピーマンとかねトマトとか、まあ、玉ねぎとかオクラねそれまたオクラがうまいですね。で彩りもいろいろと夏の野菜は赤あり黄あり緑ありで楽しいです。これはなかなか美味しいです。これ僕は皮嫌いなんだけど、まあ、近頃の人は皮平気だって言うからね皮付きでいきましょう。皮付きでいきますか、うん、お店で出すときは皮を剥くんですか。うんうん皮は直火で焼いて皮剥けるんですよ。今日はご家庭バージョンで皮付きでいくというんですね、うんうん。日本料理でズッキーニに使い出したの先生が一番じゃないですか。なかなか他は使ってなかったと思います、うん、あとなんかしめじみたいなもんあったっけ。しめじあります。しめじあったらこうオクラはですね、はい、毛がついてるんですよ。普通こういうことやらないんだけどね、はい、昔から料理屋は全部こうそれで毛を取るんですか。うんやったことないですね。あそうですか。霜降り、うん、トマトを霜降り、うん、オクラも霜降り、うん、これ色がね、綺麗になってあの毛が全部取れるって塩磨きしてあるから、うん、そこだけを切るんですね。で、この細かい作業ですね。これなんていう作業になるんですかね。これ名前なんていうかな。これ下手を取る掃除硬いとこを取るっていう。なるほど。これとこれは後で。これめんつゆをじゃあ2杯、はい、出してくれ、はい、めんつゆに出汁を、出汁、うん、めんつゆに出汁をちょっと、だから611くらいがいいと思うんですよ、はい、これに砂糖、はい、砂糖、はい、砂糖、はい、でこれでね、で中間手口ですけどね、これ炒めて湯入れたら火が強くてね、あのいいんですよ。ここまで全く味付けはしてないで、うん、色を出すのとそれからちょっと柔らかくするのか。でこれで、これでここへ戻す。あトマト行こうか。はいトマト。うん。振り込んで、でオクラも行こう。オクラも入る、うん、はい。あらあら。それで合わせて。入りました。あ、うん、ここで初めて和の要素が入った、ね。うん、そうそう。でこれを冷やすんだけどね。はい、これオクラがちょうど半分火が入れば。もうこれでね、鍋かなんかこれ、
姜を回しかけました。生姜汁、はい、これ冷たく冷やしておいてもいいですか。はい、これは楽しみですね。うん、冷蔵庫とか掘り込んでおいてくれる、はい、ラップ、うん、どんぶりにでも入れ、冷蔵庫に入れておいて、これ、はい、はい。じゃあいただきます。ああ綺麗ね。僕はあのピーマンの皮付きを食べるの今が初めてなんですけど。そうですか。いや初めて食べてます。どうでしょう、初体験。大丈夫ですか。うん、うん、気になるようなならないようなじゃあ大丈夫です。これうんと冷やして食べたら美味しいね。そうですね、うん、でこの炒め具合の食感がね、全部柔らかくなるよりもあれと食感がこう生きてるんで、これズッキーニですか。うん、夏野菜というのは食感だね。うん、オクラ食べてみよう。うん、オクラも何とも言えない。これ冷やして食べるの美味しいね、うん、でやっぱり生姜の味が生きてるかも。最後に生姜を結構たっぷり、うん、これも1日2日全然大丈夫だからね、冷蔵庫で2日でも3日でも全然大丈夫。これはお水でも出してるお料理ですか。あ、これ今度から出そうと思います、うん、どんどんレシピが増えてますよね、うん、新しいね。すごいですね、うん、新しいレシピ。先生、お料理なんかこう思いついた時ってメモとか取るんですか。時たま取ります。あ、そうですか。忘れるか、だから夜中に起きてね、ちょっと書いておくこともある。そういう手帳みたいなものがあるんですか。手帳って紙切れにね、ファックスの後ろにバーッと書いてある。だから料理って結構じいさんになっても新しいものが生まれてくるんじゃないかな。じいさんはじいさんなりにね